はい、陽介です。ちょっとねカワハギ釣りをしたくて、というかカワハギが食べたくてですね、明日ちょっとカワハギ釣りに行ってこようかなと思います。ちょっとキッスリのねついでにカワハギが釣れたっていうのはあるんですけど、あのカワハギを狙い、カワハギ狙いでカワハギ釣りに行くのはちょっと初めてなんですよね。まあちょっとねどうなるかわかんないんですけど、今日ちょっと支度をしてね明日釣りに行きたいと思います。で一応仕掛けいくつか買ってきました。これが針が4号で、2本針の、3セット入ったカワハギ用の仕掛けですね。でこっちが針が6号で3本針が2セット入った仕掛けです。あとナス型の重りを買ってきたんですけど、これちょっと8号なんですよね。ちょっと重たいかもしれないんで、まあ、あのアジ釣り用でね、こういう小さいシンカーがいくつかあるので、まあ、これを使うかもしれないです。で、こういうのもちょっと買ってみました。カワハギ用のなんか就業アイテムですかね。で餌なんですけど、業務スーパーで売ってたむきあさりの冷凍があります。でネットで見るとなんかあんまりねやっぱり釣りには良くないようなことは書いてあったんですけど、まあちょっとやってみようかなと思って今こうやって解凍してますので、まあ解凍されればこのうまみ調味料でちょっとね締めときたいと思います。でこれでねと、あと虫餌ですねが岩でこがね少し残ってるので、それをちょっと明日はね両方餌つけてやってみたいと思います。で明日のタックルなんですけど、以前ねお友達のゴリチンさんからもらったままずっと使ってなかったんですけど、これバス用のタックルになると思います。メジャークラフトさんの、ゴーエモーションですかね。これで対応ルアーが3から 6.5 オンスになっているので、まあ十分これでいけるんじゃないかなと思います。でこのルアーもこれですね、ダイワのブレイゾンかな。でもういただいた時に巻いてある多分ナイロンだと思うんですけど、もうねラインも巻いてあるので、これに明日はね仕掛けをつけてやってみたいと思います。さあどうなるでしょうか。ちょっとやってきました。今日が11月の8日ですね。の今時間が8時40分です。ちょっと1投目やってみましょう。ここがそこ、いないということかな。こんな感じだと思います。ちょっとねずっと移動しながら打っていきましょうかね。よっこいしょと。いればね餌がなくなるはずなんですけど、当たりもない、餌もそのままですね。これといった当たりもないですね。当たったかな、違うか。あ、フグがかかってました。フグちゃんでした。こしょ、ね、餌が食われてたので、ちょっとこの辺を攻めてみましょうかね。
ちょっとね、内側の船だまりの方に来ました。何度かね当たりがあったんですけど乗らないんですよね。で、ちょっとねフグの当たりなのかカワハギなのかすらちょっと分かりませんので、釣れたと思ったらヒイラギでしたね。よいしょと。はい、船越の方でねしばらくやってたんですけど、なんか釣れないし当たりもないし、まあ下手くそなんか餌が悪いのかよく分かりませんけど、でちょっとねもう唐津の方まで来ちゃいました。もうどうせならねちょっとこっちの方まで来ちゃおうと。はい、ね結局唐津までやってきて釣ってます。でねちょっとねもう釣れないと思ってカメラ用意してなかったんですけど、やっと1匹釣れました。超嬉しいマジで、ね、ちょっと小さいですけどやっとなんかねコツが分かってきました。ちょっともう少しね頑張ってみます。餌はですね、行数のアサリではなくて岩デコですね。デコの方が当たりがいいみたいです。いやー嬉しい、やっと釣れた。胴付きを一番ボトムまで落として、ラインを張ったまましばらく待ってるとコツコツコツっとね、当たりがありました。でねなかなか乗らずにね格闘してたんですけど、やっとねやっと釣り上げました。まあでも面白いですねこれ、ちょっと癖になりそうな。仕掛けもね簡単だし、まあ短い竿でね遊べるので移動もしやすいし、同じ場所で今落としてるんですけども当たりがなくなっちゃいましたね。ずっとさっきつついてたのは今釣り上げたやつなのかな。ちょっとね動きながら釣ってみます。やっと2匹目。今のはなんか当たり分かんなかったけどとりあえず乗ってました。やったやった、よいしょ、2匹目ゲット、ありがとうございます。やっぱねなんか岩でこうアサリは私の作り方が悪かったのかな。あの家のアサリはちゃんぽんに入れて食べることにしよう。よいしょ、なんとキジハタかなこれ。ちょっとねちっちゃいので逃がしますけどハタが釣れちゃいました。はい、ちょっと雨が降ってきたのでもう今日はやめたいと思います。結果2匹だけですね。なかなか面白かったです。うまくね15センチ、こううまく合わせないとなかなか乗らないんですね。こっちが 16.5 かな、うんですね。よかったですね。もうなんかね釣れないのかなと思ってたんですけど、2匹でも釣れてくれて楽しかったですね。じゃあ帰って今日はこれお刺身ですね。やりました。また近々チャレンジします。よいしょ、じゃあすいません、ご視聴ありがとうございます。